皆さんこんにちは、リムです。前回の動画でティンバーランドのまるっと洗う動画を上げたんですけれども、汚れとかはね、目立った汚れとかはだいぶ取れたんですけど、結構カサカサな状態でもすごい乾いてる状態なんですよね。なので調べたんですよ。調べたらヌバックって基本クリーム塗らないらしくて、なんかこのカサカサな状態で入ってもあんま良くなさそうだなと思ったんですよ。でそれで革靴とか結構詳しい人いてちょっと質問したんですね。ティンバー洗ってカサカサなんですけど、これなんかいい方法ありますって聞いたら、いやヌバック基本的にはクリーム塗らないんだけどねみたいな。それだったらちょっとある方法があるよって言われて、軟膏ってわかります？オロナイン軟膏とかいろいろあるじゃないですか。ああいうのを靴に塗るって方法があるらしくて、そのオロナインをちょっと今日塗ってみようかなと思って、このティンバーにいいのかどうか、ちょっとどうなるか僕も分かんないんですけど、ちょっとやってみたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、そしたら簡単ですよ、話は。このオロナイン軟膏ですね、これを塗っていくみたいなんですよ。僕もどうなるかマジで分かんないんですけど、一回塗った時は色が濃く出るらしいんですけど、まあそれだんだん皮に馴染んでいくみたいなんで、まあでもその人皮にすごい詳しいんで、まあ、全然大丈夫とは言ってたんですけど、不安ではありますけれども、ちょっとやっていこうかなと思います。では早速、じゃあこのタンのところから塗っていきます。ああ、わかります？この色の違い、やばくないですかこれ。なんかほんと前回洗う時に濡れたような感じになりますね。でも結構調べたらオロナイン塗る人いらっしゃるみたいですね、このティンバーに。すげえ、めちゃくちゃ色変わりますね、この色の差で。これをこのブタ毛ブラシ、これで皮になじませていくっていうのが大事みたいですね。あ、でもだいぶね、これだいぶ馴染んだんじゃないですかね。っていうのをちょっと全体的にやっていこうかなと思いますので、よし。で全体的に濡れたので、これちょっとブラシがけしていこうかなと思います。はい、というわけで塗り終わってブラシがけも終わりました。どうですかこれ。これなんか 2,3 日置いてどんどん馴染んでいくとは言ってたので、なので多分色も落ち着くとは言ってたんですけども、とりあえずもう片方もやってみようかなと思います。というわけで、はい、二足ともやりました。どうでしょう、こんな感じになりました。めっちゃ渋くないですか、あの黄色いティンバーだと思えないですよね。マジでかっこいいっすねこれ。ちょっとオイル馴染んでないんで、ちょっとベトベトしますけど、これも馴染んでくると思うんで、ちょっと 2,3 日置いてその後に防水スプレーとか塗ろうかなと思います。自分で DIY チックじゃないですけど、これめちゃくちゃ楽しいっす。めちゃくちゃかっこいい、めっちゃいい。ブーツいいっすね、ブーツハマりそうですね。てな感じでいかがだったでしょうか。まさかここまで僕変わるとは思わなかったです。とにかくめっちゃ気に入りました。これちょっとまた大事に履いていこうかなと思います。てな感じで、皆さんも家に眠ってるこういうワークブーツじゃないですけど、ね、気分転換したいならいいんじゃないでしょうか。ティンバーランド綺麗にできるかっていう動画でした。まあ綺麗にもなったし、かっこよくなりました。めっちゃ良かったです。今回の動画はここまでって感じで、ありがとうございました。ではまた、リムでした。じゃあね。